こんにちは、ミッドエスの村井です。布石です。佐藤です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ビッグ応援数決戦まで2021年秋冬第2回目ご紹介していきましょうか。はい、ミッドエス大阪として、まあ、前回裏人気品番ということでバウハウスジョーがご紹介させていただいたんですよね。藤崎さんと佐藤君では、はい、結構ご好評でしたよね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、ということで何をシリーズ化しようとしとんねんということで第2弾ということで裏人気品番を第2弾で何をシリーズ化しようとしとんねんという感じなんですけど、はい、実はまだあったんかいっていうのが。そうです。で、今回ご紹介させていただくのがこちらです。ジップラリーシャツになりますね。税込み152,900円、はい、で、ミッドウエスト大阪ではサイズ48と52の展開となっておりますので、まあ早速ちょっと僕が着ながらご説明していきましょうかね。ジップラリー自体は新型です。今シーズンの初モデルなんですけども、でラリーシャツね、画像入れてもらえると、はい、シャイニーなイメージで、今まあ、カーゴジョグ、バウハウスカーゴだとかと合わせて一番リックの中でも、まあ、シャツなかったブランドなので、うん、リックらしい世界観を反映した羽織というので今一番代表的になってると思うんです。そうです。でやっぱり初期からやってる、まあ、ラリーでやったみたいなグロッシーでシャイニーなイメージが売りだったんですけど、うん、まあ、ちょっと今回は、まあ、裏人気というか裏をついた店頭でしかなかなかイメージとして伝わらないと思うんですけど、こういうWFCCF かフランネル素材をチョイスしてミッドベストでは当て込んで入れてます。まあ、それによってこういう上品な印象が生まれてくるので、で全然チクチクしないですよね。全然しないですよ。すごい今この、ね、6月の肌のダメージ受けてる時の半袖で着てもチクチクしないぐらいのコットンウールなので、うん、もう秋冬ももちろん肌がちょっとネルとか苦手だわとか肝感のある素材がもう苦手だっていう方にもぜひおすすめになってます。もうラリー持ってる方も重ね着してもいいし。そうですね、ラリーシャツって結構やっぱりさっき言ったようにグリッター的な結構強い素材じゃないですか、うん、でもまあ形はすごいかっこいいと思うので、まあ、それのもうちょっとなんか上品な面構えになるような印象として思っていただいていいと思います。はい、すっごいかっこいいですね。まあ、ゲス自体も今回もやっぱイメージとしては強いんですけど、うん、まあ、セレクトなのでセレクトとして、はい、こういう落ち着いた品番を入れておりますっていうので、はい、まあ、裏をついた、まあ、裏人気っていうか継続じゃないんで、そうですね、裏をついた人気品番にしたいなという思いで今回はご説明させてくださいっていうので、まあ、ナチュラルなスタイリングですね。もう黒のデニムに黒の T シャツで着てバシッとはまりますよっていうことで1回目の着用ノンカラージャケットみたいなニュアンスっていうのもあるし、ちょっとこう着た感覚としてはこうカーディガンの、そうですね、香りの印象にもなるんで、すごい季節問わず万能に使っていただけそうな感じがしますね。僕172cm の 50kg で、これ48です、着用が。まあ、パーカーとか入れると思って細身の方なら40、まあ、でがもう僕結構厚手のもの入れてもらっても入ります。はい、シャツの襟ぐりの、あ、ごめんなさい、袖ぐりのカットよりもちょっとラリー自体が大きいので、うん、スウェットとかある程度着てもらっても48でも全然ガタでいいかっても大丈夫です。このスナップボタンになるじゃないですか、ラリーシャツだと、うん、まあ、そこの部分が大きくジッパーに変わってっていうので、もうちょっとこうシャープさが増すかなっていうのも着た感じの印象ですかね。うん、すっごくおすすめです、うん、っていうので、じゃあリック応援数らしいコーディネートも一応見ていただきましょうか。多分ラリーシャツ合わされる方だとこういかれる方多いですよね。そうですね、カーゴジョグないしバウハウスにディランティで、まあ、これはだから裏人気品番じゃない。そうですね、はい、お持ちの方はコーディネートサンプルとして一度じゃあ見ていただきましょうか、はい、それでお願いします。じゃあ佐藤君お願いいたします。はい、じゃあ今のニューリッコエンス的なスタイリングになってきましたね。だよね、だよね、はい、ちょっとディランティからバーダンディの T シャツに変更をいたしました。ちょっと見えそうだったので YouTube 対策ということでご容赦ください。はい、まあ、佐藤くんはちょっとダメだからさ。うん、そうですね、お色がうん、お色があんまりよろしくない。まあ見えてもそうかっこよくないんでかっこよくなかった。なんかいいですね、こっちの素材で行くのも
そうっすよね、うん、でスナップが入るあの装飾的で、あのシャイニーのやつとは全然違う印象にまたなってくると思うんですよ、うん、この素材だからこそこのジップもちょっと入るみたいなところもありますし、うん、このジップラリーシャツ自体はまあこの WCF っていうコトンウールのフランネルの素材とまあレザーがどっちかみたいな感じの設定でしたね。昨日見返してみたんですけども、うん、なんかこれもあんま取らないんじゃないかなと。そうですよね、僕は思ってるんですけど、でリックはちゃんとやっぱしっかりしてて、あで今回はこのスライダーの部分はグレーになってますから。あ、そうですね、はい、グレーで合わせてきます。まあゲッセマンでちょっとこうナチュラルなイメージのカラーリングが多いんで、あとこの、まあ、ジッパーがついてますけど襟裏も当たらないように。そうですよね、この辺いいですよね、あのちゃんと処理してあるのでジッパーが直接肌にも当たらないような仕様になってます。まあちょっとお値段しますけど、本当アウターとして着ていただけるシャツになると思うので。そうですよね、あとまあミッドウエストのこのオーダーポイント的にもやっぱり秋冬じゃないですか、うん、やっぱこう素材感でこうウォームな感じとか季節感取り入れていただくっていうのもやっぱりこうおしゃれ上級者な感じがしてすごくいいですよね。あとまあリックオンエスのその象徴的なアイテムでも被らないっていうのも差別化できるっていうのも結構ポイント高くないですか。そうですね、そう思います、うん、逆にあの冬の素材ってもっと重たいか、リュックやっぱアウターがしっかりしてるんで、あのこういう中間着は結構探さないと出てこないので。そうですよね、シャツものだとちょっと限られてきますもんね、うん、ちょっとこれはなんか裏品番っていうか結構いい感じしますよね。裏人気品番になると思いますから、はい、ぜひ要注意である。あとこれはあの、はい、同じ素材でジャケット取ってます。そうですよね、なんでリドを取ってますね、これとリドジャケットっていうこのすごいね、素敵な最高だね、うん、すごいリッチな感じがしていいですね、はい、あの気になる方は言ってください、はい、あともう一個だけこのこれいいですね、ジップがこうちょうどいい感じにマッチしてきますね、カーブと合わせると。あ、まあ、そこら辺はもうリッコーエンスですから、うん、リッコーエンスですから、もうこのヘムラインの完成度はもうリッコーエンスですから。リッコーエンスですね、はい、リッコーエンスはこのバシ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 って全部がこう合うのは、黒に装飾このジッパーだけって、まあ、潔くてめちゃくちゃかっこいいと思います。これがもう中途半端なトータルコーディネートブランドとは運転の差があるんだ。まあそこももうまあだから全身で着る格好さあるんで、はい、全身で着てくださいとは全然言わないんですけど、はい、全身で着た時の完成度高さクオリティが今もう完成度の時代にちょっとなってきてると思うんで、はい、はめちゃくちゃあると思います、ね、リックは、はい、それはもうぜひ一度店頭で見ていただければなと思っております。はい、まあリックオンエスらしいスタイリングのご紹介でした。続いてなんでその WCF でこうセットアップにもなりますよっていうので、こちらのベラパンツとのセットアップコーディネートで見ていただきましょうか。じゃあ武崎さんお願いします。はい、させていただきます。セットアップの完成度半端ないですね。ほんまめっちゃかっこいいですね。めちゃくちゃいいです、うん、はい、めちゃくちゃいいです。っていうかもうパンツもいいですよね。これがなんでさっきお伝えした同素材のパンツ、ベラパンツの WCF 素材16,600円。またヒールとかでやったらまた全然印象変わると思うんで。そうですね、ちょっと厚底もの、ボゾとか、はい、ヒールで合わされてもめっちゃかっこいいと思います。うん、あ、パンツ46着用です。そうです、46と48の展開になりますね、こちらは。このぐらいで履いてもらってもいいし、なんかねすごい着心地はいいけど、これで結構冬対応できるみたいなのもすごいいいですよね。まあ、ジヌの意味もしっかりあるんで、うん、いくらでやっぱもう今ストレッチ系のパンツがちょっと今回も、はい、まあ、BA かみたいな感じになっちゃうんで、はいはいはい、あのダークシャドウみたいなフランネル系ないですけど、はい、ちょっとそれに匹敵するぐらいちゃんとあったかいし、うん、あの伸びもあってリラックスで、内張りはないですけど本当に全然チクチク感はないです、はい、なんかでもこの上品な素材感でも履き心地は結構やっぱあの BA とかの感じにも通ずる部分もあると思う、うん、この履きやすさみたいな部分でいくと、それでいてそっちよりもこう季節感が出てあったかくてハイセンスな感じがするっていうのもすごいいいですよね。これはいいよ。インしても超かっこいいですもん、はい、うん、もうアーティストさん自由業の方はぜひ、めっちゃもうその感じしますね。音楽事務所の社長さんはぜひこれを、はい、抜け感のあるセットアップとかね、はい、もらった方がいいな。まあ上下で30万いかないぐらいの
それでは安いよね。いや、そうです。まあ、ね、全然買えないよ、パリコレブランドのスーツ。はい、まあ、テイラード1着でそれぐらいいっちゃいますし、ね、そうですよ、もう、うん、ディオールトラビスも一体いくらになるかもみたいな感じだもんね。めっちゃかっこよかったですけど、まあ、これもすっごいいいですよっていう。はい、うん、なんかニットっていうのもまたいいですよね。これパンツの素材の当て込みも抜群だと思うんで、はい、まあ、これ今回推しですからね、ベラシリーズ。まあ弊社ではこの素材と BA とあと T もお出しておりましたので、はい、こういろんな素材で見ていただけますということで、関さん172センチ、172センチの60キロです。はい、ぜひオンラインで買われる方もご参考いただければなと。あ、248のままです。そうですね、はい。で、これ結構リックオンエンス的おすすめコーディネート一回やってみてもいいですか。はい、リック的おすすめコーディネート、まあ、2021と、このニューリックオンエンスを体験するにはやっぱりリックオンにもよく着用されてると思う。ライナーシリーズ、まあまあ、まあ、ダウンもありますし、キルティングのやつ、あれも弊社でも毎シーズン人気高いじゃないですか。これと合わせていただいても、はい、超かっこいいと思うので、まあ、これ自体もまたやりたいですけど、裏人気にはこれを続けてやってるのをもう3回冬続けてます、はい、そうですね、もういつも好評だし、あのていうかこれも僕がいつか欲しいと思ってただ言えてるけどいつも何とか消化できるので、はい、まずまあライナーのご着用で、でこの上にさっきのあこれにジップラリーシャツを行って、ちょっと薄いアウターで真冬を超えるみたいなのもかっこいいんじゃないですか。もともとこれライナーなんで、そうですよね、この形で着る商品なんですよ。ライナーダウンっていうのがテーマなんで、うん、こう言っていただいても、まあ、リックオンエンスのこのトータルコーディネートのクオリティの高さみたいなの、ちょっと今どうなってるか分かんないですけど、うん、なんかまた違う感じがしいいと思いますよ。オーバーコートで超えると思うので皆さん、まあ、これ今52ですね、はい、はい、52、それだけの感じと見幅は結構やっぱ変わってきますけど、はい、48でもいけました。昨日僕お客様に来ていただきましたけど、うん、すごいいいと思います、こういうのも。で、まあ、もっとシュッといきたい方だとキルティングのライナーにしていただければ大丈夫ですし、でこれやっぱりいつものね、シャイニーなキュプラ系の素材だとこういう風には合って込めないんで、素材のコントラストが多分そんなに出ないと思うので、ね、夏っぽくなっちゃうもんね、はい、夏も無理に合わせてる感じ出るじゃん。これならちょっとこのマットな感じとシャイニーな感じでいいコンビネーションになると思うので、ぜひこういうのもいいんじゃないでしょうかというご提案でした。はい、唯一。じゃあ最後は、はい、ミッドウエスト的にセレクトショップとして大阪的にこう編集したかっこいいコーディネートみたいなので、かっこいいかはちょっとまあ、はい、賛否両論で、それでいいんで、一回、まあ、最後佐藤君でいきましょうか。そうですね、一番かっこいいんで、はい、じゃあ行ってみましょう、お付き合いください。ラストコーディネートですね、なんかミッドウエストらしく仕上がったのではないでしょうか。いろんなファッションを楽しむ、ファッションというカルチャーをこう楽しむっていうのが詰まってるんじゃないですかね。よかったですよな、はい。ちょっとまあリックオンエンスの持つこのゴシックモード的なこのゴスのニュアンスみたいなの、ダークでミステリアスな感じを表現してみました。まあ、今またいいよね、そういう感じがね。あの僕は結構それが今気分です、ね。なんかハッピーなカラーものももちろんあるんですけど、はい、なんかちょっとこっちはこっちで落ち着いた感じっていうのもいいよな。まあご時世の反動と言いますか。これ結構映ってるんですかね、このシルバーの感じが。めっちゃかっこよかったさ、画面越しで見ても。あ、ほんと。これはもう、めちゃくちゃ映えるんで。リーヤのコラボレーションのリフレクターシリーズですね。まあ、それに、ちょっとドレープの出るグランドワインのカットソーと、ハイアンドローでミッドウエスト60。いや、これほんと効いてるよね。これリック好きな方に。トントンで入れるの、ほんとおすすめなので。うん。あの、白に白は、この夏、ぜひやってもらいたい。そんな暑くもないですから、これで。リック好きな方に買っていただくこと多いですよね、これ。多いです。メッシュ。はい。で、しかもね、次の2022、フォグマシーンでいいですかね。結構白ですからね。白ですね。フォグマシーン白、はい。ナチュラル。白アイテムも気になってくるんじゃないですかね。っていう。フォグマシーン買わなかったんだ。買わないで。はい、皆さんね、ジッパンスが狙われてるんじゃないですか。フォグマシーン持ってあるから。はい、そういう楽しみ方もいいんじゃないでしょうか。はい、という。コーディネートでしたね。ジップラリーシャツ、15万2900円ですね、はい、ジャケット好きの方や、
まあ、リッコ OS の中でちょっと違うアイテムが欲しい、差別化できるものが欲しいっていう方はぜひご検討なさってみてください。はい、今日はじゃあ以上で、はい、ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。